これほどの参加者がいるとはな。早速わしが直々に見て回るとしよう。師匠の魅力が一番に決まっておる。今日もおのこをコロコロ転がすのじゃ。呂布殿の部は圧倒的です。まさにまさに最強の魅力と言ってもいいでしょう。魅力とは理性を驚かす魔性と圧倒的な部下。わしはその2つを兼ね備えておるな。参加したくてたまらないというお顔ですね。ならばあなたの魅力を発揮してみては。ご少将、今こそ魔性を見せろ。神に。あんたたち見せ物じゃないんだけど。まあいいわ、みんな私を守って。行くぞ。完膚なきまでに叩き潰す。本気で行くとしますか。まさか、まさか私が見誤るとは。貴様が出た。どうしよう。全力でやり合おうか。お前を倒し、わしの武を示すとしよう。くだろ、俺は帰るぞ。さすがは鬼神の名を持つ人間よ。だが、勝負はわしの勝ちだな。ゼウス殿とあそこまで競り合うとは。呂布殿の強さ、やはり侮れない。入ります。さあ、ここからが本番よ。参るぞ。ねえ、動じるな。慌てては敵の思うツボだ。すぐに終わりにしてやるぜ。今かなわぬか。ここは引き、体勢を整えよう。ああ、なんという素敵な殿方。ぜひともお近づきになりたい。おお、身をかくか。娘たちがわしの魅力になびいたようだ。本気で行くとしますか。わらわが守ってみせるのじゃ。近寄らないで、敵さん。怖い。者ども、突撃せよ。姿勢を上げて攻めかかるのだ。万有と反骨は違う。引こう。すまぬ、今は引かねば。さあ、娘たち、遠慮なくわしの胸に。素敵な軍師様ですね。ぜひ私たちとお話ししませんか。おや、困った。ここは神の顔を立てて欲しかったのだけれど。レレは天下一のカカ様じゃ。その包容力こそ何よりの魅力じゃて。全くもってその通りです。おねね様がいるからこそ俺たちは体を張れる。本体が直々に殴り込みだぜ。おっさん、早く騎士を頼む。ほう、今度は包容力と知性だ。やはりわしは両方とも持っておるぞ。おい、また競いたくなったのですか。ではまず呂蒙殿を知略で出し抜いてみては。寛永殿の様子を見るに呂蒙殿は密かに別行動を取っているようですね。ならば両方本人を見つけ出し策を阻止しよう。わしの知性を証明するためにな。なぜお前がここに。まさか奇襲を見抜かれるとは。悪いな、よ。わしの知性を示すため、ここで倒させてもらうぞ。マジだって。おねね様の忍術、ガチで天下無双。おねえさん。嬉しいこと言ってくれるね。だったら
私頑張っちゃうよ。なんと一気に囲まれたな。貨幣で押し返すには奇襲しかあるまい。その知恵頼みにしています。華麗に勝ち、両毛殿の魅力を世に示しましょう。頼りにしてますよ。あんたの頭ならどんな苦境も跳ね返せるはずだ。まだまだ学び足りなかったか。ここは引く。両毛の策を破ったぞ。わしの方が優れた知恵者というわけだな。三名殿が分かりやすい方でよかったですね。さあ次は包容力ですね。なあ、それは簡単だ。奴らの包囲を打ち破ればよい。両毛殿に撤退されたようです。残念ですが私たちの負けですね。関連の奴が下手打ったみたいだね。あと頼んだ。これはあれだ、休憩するだけだから。ああなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。どんどんやられてるよ。私が出なきゃダメみたいだね。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。すまん、これ以上は付き合いきるわ。油断しちゃったかな。あの包囲を打ち破ったのだ。わしの勝ちということでよいな。やけどするぞ。さて誰が最も魅力があるのか。これで明らかになったのではないか、カフカ。そうですね。では優勝者は。待て、俺の魅力は父ゼウスをも上回るぞ。アレス殿、この模擬戦は一人では参加できない。推薦人を連れてきてくれる。問題ない、アテナが推薦人だ。バカらしいとは思ったが、アレスにどうしてもと言われたのでな。カンダの魅力と強さ、それなのに俺はやはり父にはかなわないのか。思惑通り仲間割れをしている。リンゴを投げ入れた甲斐があったと言われた。ないだよ。ほう、不和の神エリスは奴だ。随分とまどろっこしい手を使ってくれる。ここは一丸となってオーディンに当たらねば。オリンパスの神の魅力、強さ、見せつけてやろう。父上、承知しました。あなたは本当に素敵だね。そんなに楽しませてくれる人は初めてだ。最初はなぜ推薦人という面倒な規則を設けたんだろう。魅力とは一人で宣言するものではない。それを認め支える者がいてこそということだな。ええ、気づいていただけたようで何より。